こんにちは、コッコです。暑い休日、ゆっくりしたくて少し遠いですが熱海へ向かっています。小田原で乗り換え、熱海到着。マクドナルド前からシャトルバスを利用、10分ほどで到着。熱海後楽園ホテルの敷地内にあるオーシャンスパフーア、リゾット感出てます。一毛島姫の御事を祀る和田浜弁財天、建物までのアプローチが南国のようでリゾート感ありますね。正面の入り口を入り、フロントは2階となります。靴をロッカーに入れチェックイン、館内着とタオルセットを受け取りロッカールームへ。あ、露天のインフィニティ立ち湯。館内はすべてキャッシュレス、フロントで受け取ったリストバンドで利用できます。こちらのフーアカフェのドリンクや軽食を楽しむことができますよ。人気の熱海プリンやサーティワンアイスクリームも。これらは温めもできますよ。そそられる。私好みの植物由来のフレグランス、香りのお試しができてしばし幸せ。ロウリュキャンプは開催時間を確認してね。ここはポートサイドラウンジ、昔懐かしいボードゲーム、昭和の懐かしさをイメージした場所。スマートポール、懐かしいゲームがいろいろあって盛り上がりそう。こんなのも。団らんは大きなこたつのある部屋、足元からじんわり体を温めます。海風テラスへ。スリッパでどうぞ。気持ちのいい海風を肌で感じる広々としたテラス。お隣のホテル、初島も見えます。真鶴半島もくっきり、そして熱海の海岸線。3階のオーシャンラウンジから4階のクリフラウンジまでは歩いて楽しい。こちらクリフラウンジ、海を見下ろす小高い丘をイメージ。中央の大きな丸いのはゆらゆら揺れるソファー。今なら誰もいないので着席。おお、絶景。こういった雑誌も嬉しい配慮、あちこちに置いてある。ここは崖の上の鳥の巣をイメージしているそう。まったり過ごせる空間。中に入るとこんな感じ、守られてる感。この部屋は気持ちよく休めますよ。あら、ここゴロ寝できちゃう。広いラウンジは作りがとっても素敵で、ほら見て、あらゆる場所でくつろげる。さて、ゴロ寝ソファーの寝心地は、大判タオルをかけたらすぐに寝れちゃう。温暖浴プリスタ、海辺の草原をイメージ。砂の向こうに海。5周年おめでとうございます。開店を待ってランチへ。ハーバーズダブル、明るく広いレストラン。大きな窓からは一面の海、開放的。本日はランチセット込みのプランで入場しています。770円お得になりますよ。7種類のメインから1つ選んで、サラダやライス、スープ、ドリンクはおかわり自由です。こちらサラダコーナー、彩り豊か。選べるドレッシング、スープはミネストローネ、デトックスウォーターにアイスコーヒー、アイスティー、ホットコーヒーにホットティー。どの席も落ち着きそう。選んだメインは静岡産コンボプレート。
新鮮なお野菜をもりもり持ってきました。ライスもミネストローネにアイスティー、デトックスウォーター、ほろっと柔らかいチキングリル、ソースをちょいとつけて、マッシュポテト、3種の箱豚ソーセージ、黒いのはコクのあるイカスミ入り、素材の味がしびれた美味しいミネストローネ、ご飯が進むようなメインを選んだのバレちゃうプレミアムハンバーグ、ライスとスープおかわりしたら満腹すぎる。ダメだ、スパの前に少し横になろう。1、2時間休んだら落ち着いた。起きてこの景色って天国ですか。ここはおやつタイムはこんなパフェも食べれますよ。お腹も落ち着いたのでようやくスパへ。まずは軽く汗を流して岩盤浴で再度発汗。2種類の岩盤浴、温度とムードが異なります。メレッサはそう、深い海の中にいるような感じ。ポタポタと気持ちよく汗を流せてすっきり。広い露天は海とつながるデザインで気持ちよかったな。夕方になり空がほんのり色づいてきたので海風テラスへ再び。青から淡いピンクへのグラデーション、色の変化が気になってこの場所を動けない。日が沈むのはあちらの山の方。短冊があったので今日の感想を。とても居心地よく過ごせました。自動精算機でスマートチェックアウト。お土産品コーナーを見てみたい。時間が遅くなってしまい閉まっているお店も。まだ営業しているお店を見に。いちご尽くし、おつまみ珍味。おや、ここは1個からでも買える。お土産に私好みのこれと黒ミニまんじゅうを購入。エントランスを入ったところにコインロッカーがありました。同じくカラオケもサクッと手軽に楽しめる価格だわ。もう少し早く帰るつもりが、予定外にゆっくりしてしまった。家に着くのは何時になるのか。ちなみに17時以降のご来場は通常価格より手頃になりますよ。休館日や特定日をチェックしてからお出かけくださいね。シャトルバスだ、急げー。ここからはおまけです。6月初旬に次男と熱海散歩をした際の動画です。駅からサンビーチを目指しています。目当てはジャカランダ。あまり聞き慣れない名で私も初めて見るのですが、そのジャカランダが今見頃とのことで、海沿いまでやってきました。ジャカランダ遊歩道、霧本貴族能前かつらかに属する中南米原産で低木や高木があり、花の見頃は5月下旬から6月にかけて。鮮やかなブーゲンビリア、鳳凰木、火炎木と並ぶ世界三大花木の一つだそう。熱海でジャカランダが見れることを湯河原の友人から聞いて気になっていました。この時はジャカランダフェスティバルを開催中でした。ただこの動画の前半の風和に行った7月初旬にもまだ咲いていましたよ。優しい紫色が美しい花でした。駅まで戻ります。次男が足を止めたのは吉というお店。熱海を中心とし、伊豆近郊や静岡県内で丁寧に作られるものをセレクトで集めて販売しているそう。自分へのご褒美に、大切な人へのプレゼントに、
そっと日常に寄り添ってくれるようなものを選べるお店。自然由来の香りで肌に優しく使えるものがいいなと思い、選んだお土産はこれ。顔にも髪にも使えるという贅沢な手仕事石鹸。駅前です。先ほどの吉さんつながりでこちらでランチ、吉プラスドリンクやおつまみ、お弁当のテイクアウトも利用できるらしい。メニューはこんな感じ。お店の方がとても感じがよくてほっこり。これが食べてみたくて、何かわかります？これはマグロの生ハム。まずはそのままバルサミコ酢を垂らすのがおすすめと。食事は二色丼にしました。味噌汁や小鉢がついています。こちらは次男の三色丼。桜エビが鮮やか。吉プラスさんはお食事カフェ。地元伊豆熱海近郊で作られているもの。静岡県産のビールや地酒、新鮮な生しらすや桜エビを使用した丼物を提供されています。どれもこれも仕入れにこだわりを感じ、口に入れると優しい気持ちになるような美味しさでした。水曜日が定休で営業時間も限られているので、行かれる際は要チェック。隙間に青のりが隠れていますよ。とても美味しかったです。熱海駅からすぐですよ。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。